どうも、枝豆です。今回は超久々の講座、イーボーベースについて解説していこうと思います。この技ね、めちゃめちゃ人気だし、最近だとレイ君とかがめちゃめちゃ使ってる技なんですけども、このかっこいい技みんなやりたいと思うのでね、講座作っていこうと思います。この動画が良かったら高評価、悪かったら低評価をして帰っていってください。ということで、早速参ります。レッツラゴー。この技をやるにあたってですね、チェストベースは絶対に覚えておいてください。この技をやるにあたって必須のスキルなので、チェストベースは覚えてからこの動画を見るようにしてください。チェストベースの講座はコメント欄に貼っておくので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、ステップ1はチェストベースをやりましょう。ここではチェストベースができれば OK です。そしてステップ2、喉を締め付けながらチェストベースをします。で、この時のポイントなんですけども、締め付ける力っていうのをどんどん強くしていきます。完成。こんな感じでステップ2でやってる喉の締め付けっていうのを強くしていくと、イビルベースが勝手にできるようになります。で、この時のポイントなんですけども、これ以上締め付けたらうまくならないなって思った段階で、それ以上力を加えるのをやめて、現時点でうまくならせない段階で練習し続けてください。そこでうまくできるようになったら、さらに力を加えて次の段階に行くみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつ練習していってください。この技はですね、簡単に喉を壊せます。こんなこと言っても多分やる人はやると思うんですけども、結構慎重に練習していってください。練習してて思ったんですけど、インワードベースとかそのレベルに結構喉壊しやすい技なのかなっていうふうに個人的には思っているので、本当にね、喉には気を配って練習していただければなと思います。ここからね、ちょっとハードベースの話になるんですけども、チェストベースを完全に締め上げた先にあるのがイビルベースで、そのイビルベースを鳴らしながらもチェストベースの含有量っていうのを増やすことでハードベースになります。ここはね、俺も練習中なんですけども、一緒に頑張って練習していきましょう。はい、ということで今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。